左手が手を上げる、右手がお金を上げる、両手上げるとお手上げる。タルキューさんの息子、ああそうです。え、マジでうちで働いてたの、うん、すごくない？大垣でね、待っててくれてるんで、一瞬タクシーの猫を運びたいと思います。ちょうど行っちゃった。せっかくなのでキシメン食べてるかな。ワンコインだな。500円。はい、お迎えが行くと思うんで、久しぶりに。よいしょ、すいません、お待たせして。これは猫っすか？はい。あ、結構軽いんすね。割ったら返金してくださいね。わざとバーンってやって返金させようかな。ちょっともうあの日にち経っちゃったんで、もう欲しい度合いが下がっちゃってるんで。全然全然。ただね、残念なことにね、サプライズで持ってこうと思ってたから、お父さんしかいなくて、お母さんが東京に今遊びに行っちゃってるから、それが残念だよ。資産価値が下がりにくそうな、上がりそうな、なんか面白そうな。僕が超おすすめしたいのは、うん、奈良勇気。奈良勇気、金沢のこのアーティストなんですけど、千利休のお茶の茶人の、うん、この家系の、まずそれだけでいいよね。東京芸大を首席で卒業されて、すごい、建築家としてもサラブレッドだね。で、建築家でありながら、陶芸もできて、完全デジタルのテクノロジー使って、陶芸を設計して、めっちゃかっこいい作品作ってて、どんなものを使ってんの？作ってんの？いくらぐらいからなの？大体今だと6、70万。興味ある？見に行っていい？あ、ぜひぜひ。いい、着きました。そば屋と間違えられてよく入ってこられるんだけど、ありがとうね。持ってきて。ああいうのもね、焦ったって意味ないから、焦らないとかっていうのも全てもうマインドセットしてあるんだよね。めっちゃ焦ったね。焦ったって変わんないから焦らなくていい。はい、プレゼント。ちょっとお母さんいないのが残念だな。急に来るね。さすがにいるかと思って、東京からこれ運びにだけ来てくれた新幹線。北海道でもどこでもこれ持ってってくれるらしい。招き猫だから想像できないでしょ、どんなのが出るか。招きを左手が人を上げる、右手がお金を上げるかな。で、両手上げるとお手上げる。すごいね。すごいっしょ。誰作家は中田貴弘という、今あの陶芸界で注目のアンドを調べてもらうね。いいね、やっぱね。おー、いいっしょこれ、うん、いいよ。これいくらだと思う？50ぐらいする。違うね。当ててみ。もうちょっと。だからこれからじゃねえんだよ、意外だけ。違う違う違う、ここに出てるんだよ。それ猫じゃねえやん。タイプが違うやつ。200ぐらいか。お、間ですね。150。これ喜ぶっしょ、お客さんとか。なんだこれっつって。岐阜初だから。あともう一個、これもプレゼントある。かっこいいじゃん。これはあの、ブイノミですね。かっこいいじゃん。先にこれ上手に作ってやるよ。軽いから。面白いよね。こんだけの形のものを美術で出し作るなんてのはなかなかできない。割っちゃダメで、割れないところで。割ったら150万がなくなったと思ってほしい。まあ一番いいのはウィンドウが一番いいよ。ウィンドウは誰も入らないから。ちょっとそこから出てみてください。俺初めてだ、こっから。あ、ここね、ウィンドウ。どうここ。おお、目立ちますね。こっちから入ればよかったな。いや、面白くないよ、ウィンドウは。やっぱ仲がいいな。なあ、話にならないか。おじいちゃんのね、お墓参りと、お家でお仏壇にお参りして、サウナ入りたくなったね、一瞬で。ちゃちゃちゃっと。ぬくいの湯、行ってきたいと思う。これ行った後、玉木とご飯を食べに行くっていう感じで、行きたいなと思います。いいじゃん。
でしたっけ。はい、じゃあ今から玉城のタクシー運搬で大戸のお店に行きたいと思います。お願いします。ここです。ロバタヤキ翔介、タクシーでここまで来ました。おお、いいね、超楽しみ。すげえ超風情ある。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。予約してた。はい、はい、はい、どうでもいい。とりあえずカウンターいるわ。おしゃれだから、これすごいね。おしゃれ、美味しそうだね。どれが美人？え？都会の人。イビの人。本当。いた。私はイビなんやけど。一緒じゃん、じゃん。タルキューってわかる？タルキューって。タルキューの息子、俺が。タルキューさんの息子？うん、うん、そうっす。え、マジで？うちで働いてたの？うん。すごくない？あ、本当、ありがとうございます。その頃も子供いなか、子供いなかった？子供いなかった？私が言うときは、今日の結婚しなかった。でも、お父さん結婚してなかったの？奥さんは知ってる。背の高い綺麗な人。それの一番上の子供。お母さんにないやな。うん、よかったよ、お母さんにで。背の高い。お母さんでよかったね。うん。東京。東京とか、俺ホテル暮らしだから。どこにも住んでないの。これ何なの、全部食べていいの？どういう、え、1500円なの？出して1500円なの？もう毎日来たいね。いいよ。でコースみたいな感じなんだ。一律1500円なんだ。お腹すかしてこなあかんね。オッケー。これ全部食べ放題です。1500円すごい。でプラスコース、あっちまであるコースが10品まで出てくる。もうすでに8品まで出てる。すごすぎる。はい、名古屋着いたぜ。今日ね、ドリームズにサプライズでビヨンって行こうと思ったから、さっき電話したらお店やってたから、ドリームズめっちゃ近くのホテル取った。外国っぽいね、海外でよく泊まるホテル。じゃあここチェックインだけしてドリームズ行くよ。じゃあ今から行っていきたいと思います。ドリームズ来ました。今ね、一緒に行くメンバーと知らないふりして入れって、俺が今日ドリームズ行くの知らないんで、店長も一人で偶然、こんなん絶対新客来ないお店に偶然一人で来たんですってインスタで見てっつって言う体で行こうと思う。なんで一人で行かしたんで、今から上がりたいと思います。いろいろ動きがある。あー、あー、いやー、野田さん電話しようかなと思ったけど、やっぱ直接話した方がいいかなと思って、あえてかけ直したかったけど。どうでした？この流行ってないお店に来てどう思った？どうだった？どう、ちゃんと対応できてた？全然、受け入れてくれてた。いや、受け入れるだったら金落とすんだから。関係ないじゃん。乾杯コールお願いします。乾杯、販売コールでいいか。もうなんか、なんか、掛け声だけ。じゃあ、久しぶりの、はい、野口さん、乾杯。乾杯、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 乾大丈夫、大輔さんいて。全然全然。もう時間やばい。ないですよ。時間やばいから、あの、バリハイ行こう、バリハイ。